こんにちは。草加せんべい買ってきましてね。草加せんべいを食べると美味しい。小腹が空いた時に1枚2枚と食べると美味しいですね。で、これね、柴又でね、おせんべい1枚買うと100円ぐらいなんですよ。で、さすがにね、柴又に行っておせんべいを10枚20枚買う勇気はなかったですね。でもこれは10枚入りぐらいで2キュッパ、1枚30円ぐらい。やっぱね、観光地で買うとこれだけ違うんですよ。でもですよ、観光地に行くと気が大きくなって財布の紐が緩むって結構楽しいことですよね。で、観光地ではね、自分のためには買わないんですけども、お土産のためとか誰かにおごるときって結構財布の紐を緩んじゃうんですよね。でもなんかそれって結構いいことだなと思って、自分の身内とか好きな人がなんか得することって嬉しいじゃないですか。でもお土産を買うのにもケチってね、ケチってケチってケチって買ってきたお土産って気持ちよく渡せるかもしれないけども、いや、ちょっと大盤振る舞いでいきたいですよね。そのためにも普段からしっかり稼ぎたいなというところがあります。よく行くたこ焼き屋があるんですけども、そのたこ焼き屋にね、例えば5000円のメニューがあったら頼んでみたいと思いますよ。で、なんかその仲良しとか常連になった店が儲かることって嬉しいことじゃないですか。少なくとも潰れるよりは嬉しいですよね。だから応援できるんだったらね、自分の力でよかったらちょっといいもん買いたいなと思うし、なんか世間でよく潰れた店に対する冷や水を浴びせる言葉って知ってます？今日のメインテーマですけども、例えば近所でなんかこう店が潰れるとするじゃないですか。必ず言うのが、あら残念ね、いい店だったのにっていうわけですよ。いや、お前が行かないから潰れたんだろうって話ですよね。いい店だったのに残念ねっていう人はね、絶対行ってないんですよ。いや、ここ何ヶ月か行きましたって言ったら多分行ってないと思うんですよね。いや、つまりいい店だと言いながらなんか行ってないっていう現実なんですよね。だから単なるいい人じゃダメなんですよね、きっとね。お金を払いたくなるぐらい、支えたくなるぐらいいい人になんなきゃ、なかなかビジネスマンとしてはやっていけないのかなと思うんですよね。まあね、あら、いい店だったのに残念ねにしときましょうか。